つになれば僕の声は届くのだろう。君の心幾重にも包まれた向こう、笑い声とハイタッチの壁に弾かれ、いつも打ちのめされる夜空のステージに僕は立つ。他に誰もいなくて僕らは夢を温め続けた。子供じみたバカみたいな夢だったけど、まっすぐな君の瞳だけが僕に勇気を与えてくれた。夜空の僕は立つ。他に誰もいなくても君へと届く日まで、そのために生きてきたんだ。月のスポットライト浮かんで、どこまでも飛ぼう。遠くのパーティーのさわめきが風に乗って僕の前通り過ぎる。夜空のステージに僕は立つ。他に誰もいなくても君との約束だから、そのために生きてきた。夜空のステージに僕は立つ。他に誰もいなくても君へと届く日まで、そのために生きてきた。僕は人前に出るつもりはないし、誰かと組む気もない。じゃあなんで動画サイトに曲をアップしてるんだ？お前にとってステージに上がることがどんだけ怖いことなのか俺にはわからないけど、俺が絶対お前を守ってやる。僕の音楽は兄貴が媚びを売るための道具じゃない。それに言っただろ、人に褒められたくてやっているわけじゃないんだ。僕は人前に出るつもりはないし、誰かと組む気もない。ほらこれ。なんだよこのパンダの被り物は。俺が大学の課題で作ったサイバーパンクパンダだ。まさか。銀次はこれを被ってステージに上がればいい。今ならパンダくんチョコもつけるぞ。バカなの。